こんばんは。9時を回りました。1分の1でお一人の方見ててくださってるのかな。ありがとうございます。先ほど一番最寄りの駅といっても車で40分とかかるんですけれど、大分の中津駅の駅前でちょこっと結局ギチギチのスケジュールになって、もう自分で決めたことなんだけどね、そう夕暮れ時にまあ、昨日のライブ配信で一生懸命コードを模索しながら歌っていたね、救われる気持ちってフィッシュマンズの曲をね、夕暮れの河川敷でコードを探しながら歌って練習していたら、すっかり日が進ん、夕方が進んでしまい、中津駅で歌うっていうのもなんか、まあ、誰と約束してるわけじゃないんですけど、自分との約束ね。それが、いっぱいになってしまいました。かといってその救われる気持ちは、まだお披露目できません。じゃあ唯一っていうか、他にも何曲か探り探りじゃなくて気持ちよく歌える曲から行こうと思います。フィッシュマンズの曲を。オリジナルはその後から行きます。連れてってよ、あの子の天使のとこまで連れてってよ、さよなら覚めた時よ、あの子が僕を呼んでいたから、終わりさ、もう終わりだよ、今日からは二人ぼっち、優しい天使が降りてきたら、きっとあの子は喜ぶさ、不思議な話だろう、こんな世界の真ん中で僕が頼りだなんてね、僕に言うさ、
私は今来ますって本当さ嘘じゃないんだよ未来はね明るいって子の信じた確かな気持ちはきっと僕を変えるからなんて素敵な話だろうこんな確かなことが今もそばにあるなんて素敵な話だろうこんな世界の真ん中で僕ら二人ぼっち晩はパチパチありがとうございます。あさっあこうやってさっきのコメント私もフィッシュマンズ好きですっていうのはこのライブ配信前に書き込んでくれたっていうことですよね。あそうそうそうそこら辺もうねいろいろと流れがありますよね。うん、ね。このそのね、なんだっけ、今の曲は、まあ普通に聴いていたんですけれど、何年か前のフィッシュマンズの映画を見て、前も言ったっけね、ちゃんと生きようって思った曲っていうか映画を見てね、でとても印象に残った曲がこれで、なんだっけ、頼りない天使じゃなくてこれはなんだっけ、遠い夜空の向こうまで、あタイトル忘れちゃった、さっき言ったんだけどね歌う前に、うん、はい、前です、まあいいや、そうなんです。そうで、なんかそれ以来この曲歌いたいって思って練習し始めたのが何年か前に、ちゃんと生きようと思ったんです。救われる気持ちじゃない、救われる気持ちは今弾きたいなって思って練習してる曲なんだけど出てこない、という頼りない天使でいいんだっけ、頼りない天使だ、頼りない天使でいいんだっけ、ああそうそう、頼りない天使でした、今僕歌ってたの。そうね、あでね、そういえばこの曲やろ、みんなが幸せでありますようにという曲をね、年に数回ね、ピアノの人とバトーキン3人組で、風の音楽家というなんかバンドみたいな感じのことを10年来やっていて、それでできた曲、ピアノの重松宗一郎さんが、重松さん今日誕生日ですね、まあいいやその、
曲を持ってきて、あのインストで持ってきて、それで、僕があのタイトルだけをさ、みんなが幸せでありますようにっていうタイトルのインストを持ってきて、それで、あ、なんか、まあ、気持ちを伝わってきた音だったんでね、それで歌をつけて、それをあの、まあ、ピアいつもピアノの音でやるんですけど、それをウクレレバージョンでちょっと一人でもできるやつをやろうと思います。うん、あ、そうそう、これを歌、これを聞いて、それでフィッシュマンズとか好きって言われたんだよね、友達に。そんなつながりでやろうと思ったんです。赤くあたりを染める、僕はもうそこにはいなかったけれど、見守ってるような気がしたよ、見守られているような気がしたんだ。本当にいろいろあった、まるで何もなかったように穏やかに今日一日が終わるから、心で話しかけたんだ。そしたら何か気づいたのかな、ちょっと微笑んで大丈夫だよ、僕みたいな君に心で話しかけたんだ。そしたら気づいてくれるかな、ちょっと気持ちは微笑んで大丈夫だよ、大丈夫だよって。
を染める僕はもうそこにはいなかったけれど長田公園という広い公園です。ここから、車で40分かかる、山村に住んでいる僕は、子供を連れて、大佐田公園と幼児のうち、保育園、最近言わなくなったな、でも下の子は行きたがりますね、大佐田公園という広い公園にいます、いい季節です。この浮遊感、街の感じ、街灯があちこちにある、感じ、いいですよね。ちょっとサイケデリックなやつを、確か前回のライブ配信の時も夕暮れ時にやった気がするんだけど、これもね、ちょっと今ここで、ちょっと夢を見たい感じなんですけれど、よいしょ。この足の裏のような形をした木が一本丘の上に生えていた。だけどなんかちょっと変なんだ。妙な形をしている。中指のあたりがちょっとめり込みすぎているんだな。
これじゃあ綺麗な足の裏とは読めないな。でもよく考えてみたら、これは木であって足の裏ではない。奇形で正解。奇形の世界。そう、ここはちょっと危険な香りのする綺麗な世界だ。夢から覚めると彼女が窓辺でピアノを弾いていた。どこかで聞いたことのある曲。エリック・サティのジムノペディだ。全裸の少年たちが踊っている。神々へ捧げる儀式。でも僕はもう大人になってしまったから、この輪の中には入れない。間をすり抜けて外に出ると、そこは広い広い大きな公園になっていて、街灯の道が続く。あの森の奥の方に池でもあるのかな。カエルがケロケロ鳴いている。ドボン。サイケデリックです。意外とこういうあのエンターテインメントなね、ステージとかには向かない、ネタをネタを持っています。なんかね、ちょっと考えてもう本当になんかライブとかイベントとかそういうのには向かないなと、ありがとうございます、ね、楽しいですよね、はい、ここが僕一番生き生きしてるかもしれない。生き生きっていうかバーってさ、あれじゃない、なんかね静かな、ね、そう、前僕が太鼓を叩いて歌っている姿を、知っている方も偶然このライブ配信を見てくださったこともあり、なんかいろいろと二面性がある人ですが、よくでもないけど、たまに街の路上で太鼓を叩いて、警察に連れて行かれたりとかもありました。はい、そういう感じです。
まあ怪しいよね。この時点でも怪しい人だと思いますよ僕、うん。さあ、あの見守っている、見守られているような、さっきも歌った結構歌詞が続きますが、これを最後にしよう。僕がね、20代そこらの時に、あの下北沢、東京の下北沢の駅前で、まあ、引っ越してきたばっかりの時に、まあ引っ越した、家落ち着いた、じゃあちょっと路上に歌いに行くかみたいな感じでね、当時は太鼓叩いてないか、叩いてたな、叩いてたけどギター持ってね、歌って、そこで歌っていて、後に仲良くなって、そこで知り合って仲良くなって、なんかミクスチャーラップバンドにちょっと参加したりとかしてた人が、ねえ、この曲がの印象に残ってるって言ってくれた嬉しい曲をちょっとやります。そのこの曲で終わろう。音、うん、完結しない音、窓を開けてみる、ドアの外に立つ、もう何も望まないことを望む、草木が揺れるだけでも、猫がそこにいたんだ。月は青く、もう何も望まないことを望む、もう何も望まないことを望む、歩き続けても、歩き疲れても、家は遠く、もう何も望まないことを望む、もう何も望まない明日よ、見守られてる気がしたよ。僕が見ていた雲が、僕を見ていた雲が、いつの間にかいなくなっていた。
ことを望む。もう何も望まない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 ことを望むという歌です。あ、この曲はあれでストリーミングに上げているので、聴けます。いろいろとレコーディングして、やつをとね、平坂な泳ぐで、なんだろう、僕は Spotify で聴いてるけど、他にもいろんなのにから聞けると思います。ぜひぜひそこら辺で平坂な泳ぐで、聞いてみてください。そうっすね、うん、こんな、サイケデリック、ね、聞いて、あとは聞いてください。またやります。また、はい、お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。